皆さんこんにちはモノモースです今日は斉藤知事の涙の記者会見についてお話ししたいと思いますこのニュースは多くの人々に衝撃を与えましたがその背景には一体何があったのでしょうかそして私たちがこの出来事から学ぶべきことは何なのでしょうかまずニュースの概要からお話ししましょう兵庫県の斉藤知事は定例記者会見で涙を見せましたこれは自民党から辞職を求められていることに対する謝罪と悔しさを表したものでしたしかしその涙の真意はどこにあるのでしょうか多くの人 人々は亡くなった元幹部への後悔や感情が原因ではないかと試測しています。ここで私の主張をお伝えします。政治家の涙はその信頼性や真摯さを図る一つのバロメーターとなりますが、それは全てではありません。斎藤知事の涙は感情がこもっていたとしても、それだけで彼の行動や決断が正当化されるわけではありません。私たちは感情だけでなく実際の行動や結果に目を向ける必要があります。具体例を挙げてみましょう。今回のケースで斎藤知事は自民党や愛信からの期待に応えられなかったと。 述べていますこれは自身の力不足を認める発言ですが、その一方で亡くなった元幹部への謝罪や後悔の言葉が見られません。多くの視聴者がコメントで指摘しているように、人々の感情や期待に対する理解が不足しているのではないでしょうか。そして、反応への理解も欠かせません。斎藤知事の涙を自分のために泣いていると批判する声も多いです。この意見には一理ありますが、政治家としての重責やプレッシャーも考慮する必要があります。しかし、そうした感情があるからこそ、責任を全うするための行動が 求められるのです辞職を求められた背景には多くの問題が積み重なっていますその責任をどう取るかが今後の彼の評価に大きく影響するでしょう最後に私たちは学ぶべきことについてお話しします政治家の選挙や行動に対して感情やイメージだけでなく冷静に事実をつかみ判断することが重要ですまた責任を持つ立場の人々はどのようにそれを果たすかを見極める力を養うことが求められますそれは健全な社会を築くための一歩となるのですこれからも皆さんと一緒にこうした問題につ 続いて考えていきたいと思いますチャンネル登録と高評価をよろしくお願いしますありがとうございました